はい、どうも、江藤です。ということで、本日なんですけども、企画ということで、各球場のビールカップをですね、私今年1年間収集してました。で、どの球場のビールが一番お得なのかっていうのを検証する企画をやりたいと思います。創刊なんですが、こちらがパリーグ球団、こっちがセリーグ球団、12球団の本拠地全球場のビールカップ揃ってますので、それぞれが何ミリリットルあるのかで、値段がいくらなのかっていうのを計測して、まあ1ミリリットルあたりの値段がいくらなのかっていうのを、まあ、弾き出した上で、どの球場のビールが一番お得なのかっていうのを検証する企画をやりたいと思います。で、今回はですね、ちょっとビールのカップ、すり切りの量を測りたいというふうに思います。まあ、球場によってはね、この甲子園なんかここに線があって、ここまでしかビール入らないで、この上は泡っていうふうに決まってたりするんですが、まあ、球団によってちょっとこれ、格差があるので、一旦これすり切りで測らせていただきます。まあ、球団によってはね、もうここまでっていうの決まってるのあります。まあ、逆にね、これ以上泡多かったら、これ、私はいつも言ってますよ。泡多すぎるんで、ちょっと泡減らしてください。クレームはね、これ絶対入れた方がいいんですけど、まあ、とりあえず一旦、今回はすり切りで測りたいと思います。ちなみに神宮球場はここに点があるのでね、この点より泡が多ければクレーム入れてください。名古屋ドームもね、背景白なんで分かりたいと思うんですけど、ここにね白い点があるので、これ以上泡が多かったらクレーム入れてください。逆にですね、この東京ドームだと泡少なめでっていうと、ガチで泡入れないでフルフルで入れてくれる売り子さんもいます。これは売り子さんにもよるんですけどね、まあ、とりあえず今回はすり切りで測りたいと思います。で、今回計測なんですけども、こちらの測りを使ってね、水が何ミリリットル入るかっていうので、ちょっと何リットル入るかっていうのをちょっと計測したいと思います。はい、じゃあまずはエスコンフィールド北海道でございます。これいくらなんでしょうかね、ちょっと調べてみましょう。忘れちゃった。はい、ということで、まず一つ目はですね、エスコンフィールド北海道でございます。こちら一杯です。800円でございます。はい、じゃあちょっとね、多分すり切りまで入れたいというふうに思いますね。はい、やってみたいと思います。はい、ということで表面張力ぐらいまで入れました。 519g でございます。はい、ということで 519g 入ります。意外と500ミリリットルは超えるということで、結構ね、だから500ミリリットルのそのロング缶ぐらいのビールの量が飲めるってことですね。意外、もっと少ないかと思ってました。はい、ということで1ミリリットルあたり 1.54 円ということでございます。続いて、空都市は、これエスコンの中で売ってるクラフトビールなんですけれども、もうちょっとちっちゃいんで、まあ、これクラフトビールだから普通のビールとは大きさ違うと思うんですけど、どんぐらいなのかっていうのをちょっと測ってみようかなと思います。はい。これね、何ミリリットルですかっていう話ですけれども、あ、でも意外と入るね。400ミリリットル。意外とビールのその小さい方の缶ショート缶よりも入るってことですね。意外です。これは札幌ドームもね、今年行ったんで、札幌ドームのカップもあります。これちょっと計測してみようと思います。エスコンと比べて量多かったらちょっと解約されたってことになると思います。はい、これエスコンより少ないのかな。でも多そうですけどね、なんかちょっとでかいんで。はい、ということで532ということで、札幌ドームは532ですね。1.50 ぐらいですね。1グラムあたりの値段が。0.05 ぐらい解約されているということになります。はい。じゃあ続いて、こちらですね。仙台の楽天、モバイルパークでございます。今年阪神の試合なかったんで、カップ揃えられないかなと思ったんですが、これはヨーライズの日向さんにですね、もらってきてもらいました。まあ、当時は空中ポニーでしたけども。はい。ということで、これ、ヨーライズさんの持ってきた、カップでやりたいと思います。じゃ、これでまた計測して、何ミリリットルか測りたいと思います。まあ、楽天生命パークは一応800円ですね、ビール。はい。まあ、ちなみに大体800円なんですけど、900なのが東京ドームで、750なのが甲子園とバンテリンです。はい。じゃあ、まあ、とりあえず計測したいと思います。ここでは言いそびれてますけど、マリンとペイペイは850円です。あ、結構入る、これ。あ、結構入るわ。521。あ、結構入らなかったね。ということで、この楽天生命パークは 1ml あたり 1.53 円ということでございます。どんどん行きましょう。続いてね、西武ドームでございます。西武ドームはなんとね、紙カップなんですよね。紙カップに注いでくれる売り子から買うとね、マジでなんか、だからこれを家に持って帰るとね、もう必ず捨てられますので、ゴミでしょみたいな。
ゴミじゃないんですよね、この価値のあるものです、はい。じゃあちょっとやってみましょう。これね、重さもほぼないですね、はい。ちょっと入れていきましょう。紙カップなんでね、もうなんか計測もクソもないような気がするんですよね、もう。はい。529ml でございます。はい、ということで 1.51 円ですね、1ml あたり。ちなみに、西武ドームはですね、チューハイを買うと、この、普通のね、カップがもらえるんですけども、ビールを買うと紙カップになります。謎ですね。はい。で、ちなみにチューハイはね、缶から注ぎ込むスタイルなので、計測しません、このカップ。意味ないんでね。はい。350ml です。確定です。はい。続いて、マリーンズ、計測していきましょう。マリーンズもね、多分、どっかまでは泡、っていうね、決まってると思うんですけど、どこがラインなのかちょっとよくわかんないんで、とりあえず擦り切りまでやりたいと思います。僕ね、今回ね、ちょっと泡入れないで、ちょっとさ、すげえ少なめに入れて、いられた記憶がありますね。4月ぐらいに。はい。3月か。はい。524ml でございます。マリンはちょっと高いので、850円なんで、1ml あたり 1.62 円ということで、今までで一番高いですね。続いて、京セラドーム、大阪でございます。これね。まあ、大阪と神戸って書いてあるんで、まあ、どっちのゲームでも、まあ、このカップが一応出てくるって感じになってます。ちなみに、阪神タイガース主催ゲームでも、このカップが使われます。はい。豆知識でした。じゃあ、これもまた計測していきたいと思います。まあ、京セラも800円ですね。はい。おい。うわ、すげえ !543! 全然違う。京セラドームでかい 1.47 やっぱ大阪は結構でかめなんだな。素晴らしいことだと思いますね。はい、皆さんのその庶民感覚が息づいてると思います、はい。続いて、ペイペイドーム、あ、失礼しました、みずほペイペイドーム福岡でございますね。僕はね、これが一番ちっちゃいんじゃないかと思ってます。はい、じゃあちょっとやってみます。はい、でもね、ペイペイマジでちっせーって飲みながら思ってたんで、だいぶちっちゃいんじゃないかなと思います。500もないんじゃないかな。あれ525。めっちゃあったな、普通に。大きさはそんなに小さくなかったんですけど、850円なので 1.619 円ということになりますね。まあ、マリンよりは若干お得ということでございます。ちなみにこのカップはね、ペットボトルリサイクルして作っているということで、非常に環境に優しいみたいです。はい。じゃあちょっとね、まあ、次セリーグ球場に行きたいなと思ったんですけれども、一旦ですね、まあ、箸休めということで、僕が今年行った地方球場のですね、カップも、実は集めておりました。これね、工夫はやての清水の球場の、カップになってます。よく覚えてます。なんか安いと思った。でも、量がちっちゃいんでね、もしかしたらお得じゃないかもしれません。はい。ちょっとね、計測してみましょう。401ml でございます。チュールスタジアム 1.496 円ということで、うわー微妙、まで札幌ドームより若干お得なんで、まあ、この中で一番お得な方ですね。この大きさで400あるんですね。なんか全然、なんか他の球場と比べてめっちゃちっちゃいようなイメージありましたけど、全然400あるんですね。びっくりしました。続いて、新潟、のですね、ハードオフエコスタジアムでオイシックス戦見に行った時に売っていたビール、こちら700円でした。700円でこの大きさはね、結構やばいと思います。はい、まあ、でもこれ新潟限定ビールだったんで、まあ、そういうなんかプレミアムがついてるよというのだけ言っておきますね。とりあえず、はい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 、あ、やばいやばいやばい、穴開いてるから漏れ出したら、これ計測不能です。やばいあ、とりあえずそれを戻そう。はい、大変失礼いたしました。もうこれ養生テープで補強しましたんで、もう一回計測しようと思います。はい、これね、せっかく新潟から持って帰ってきたやつなんでね、まあ、一応計測したいなということで、はい、もう大丈夫だよね、溢れないよね、大丈夫かな。あ、大丈夫そうですね。はい。よかったよかった。416です。1.68 円ですね。1ml あたり。ちょっと割高だと思います。まあ、新潟限定ビールなんで、まあ、
そういうプレミアもあるよということだけ、まあ、もう一回言っておきますね。はい。補強しました。はい。じゃあ、続いて、倉敷でございます。倉敷ね、まあ、いろんな店でいろんなビール売ってたんですけど、まあ、これはあの、キビドテしたビールっていう、店で売ってたカップを持って帰ってます。これ700円でした。意外とこの大きさで700円はね、多分他の球場よりも格安なんじゃない？もう、結構お得だったんじゃないかなと思いますね。はい。では、何ミリリットルかな？え？ 566 ミリリットル。これすごいわ。1ミリリットルあたり 1.23 円。皆さん絶対来年倉敷行きましょう、マジで。すご。はい。では、セリーグの球場を行きたいと思います。じゃあまあ、東京から行きますか。東京ドーム。これね、一杯900円なんですよ、東京ドームって。高すぎ。で、メーカーによってね、違うんですよ、カップが。これあの、エビスのカップなんですけど、エビスって書いてありまして、で、これ、プレミアムモルツのカオルエールなんですけど、カオルエールって書いてある。まあでもこれね、両方とも大きさ一緒なんですよ。なんで、まあどっちか測ればいいやっていう感じでございます。はい。カップ違っても大きさ一緒ですね。はい。じゃあちょっと、計測したいと思います。まあ900円なんで、ちょっと 1ml あたりの値段は結構割高になっちゃうんじゃないかなと思いますね、普通に。はい。500ml ぴったりでございます。900÷500、1.8。1ml あたり 1.8 円ということで、だいぶ高いですね。これは、昇魂がこもってますね。すごいな。レベル違うな。他の球団 1.5 から6ぐらいをうろうろしてましたけど、1球団だけ抜けましたね、普通に。一番高い上に、一番量少ないですかね。500しかないの。これ500ぴったりで、びっくりしましたね。余談なんですけれども、甲子園のカップにハマるこのカップホルダー、甲子園でもらえるやつなんですが、これをですね、他の球団、例えばね、これ、さっきのマリンとかで使おうかなと思うと、なんかもう、すげえ上の方になっちゃうんですよ。で、まあさっきの激ヤバ東京ドームをやろうとするともう、一番上まで行っちゃいます。はい。じゃあ、どんどん行きましょう。続いて、神宮球場ですね。神宮球場はね、2種類ビールあります。これ、売り子さんから買えるビール。こっちは800円と、あと、店で売ってるメガビール。これ1100円です。こっちの方がお得って盛んに宣伝されてますけど、本当かどうかちょっと確かめたいと思います。じゃあ、まず、神宮球場で普通に売り子さんから買う方の、普通のサイズのビールの方です。こっちは800円ですね。これもね、俺なかなかちっちゃいんじゃないかなと思ってるんですが、どうでしょうか。はい。500ml。東京ドームと一緒ですね。はい。ということで、1ml あたり 1.6 円ということでございます。まあ、これもちょっと高めではあるんですけど、東京ドームに比べたら、まあ、安めですかね。まあ、でも、神宮はここまでしかビール入れてくれないことになってるので、まあ、それをちょっと勘案すると微妙かもなーっていう感じですね。じゃあ、懸案のこの神宮のメガの方ですね。これが、まあ、1ml あたりの値段、こっちの方が安くなかったら、普通に詐欺でございます。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。694ml でございます。ということで、1ml あたりの値段 1.58 円ということで、ギリギリこっちの方がお得ですね。マジで超絶ギリギリこっちの方がお得でした。続いては、横浜スタディアムでございます。ハマスタですね、はい。ぴったり 500ml でございます。セリーグ関東3球場ハマスタ神宮東京ドームは全部大きさ一緒ですね。 500ml で、まあ値段もだから神宮と一緒なので、まあ神宮と一緒の、1.60 ですね。1ml あたり 1.60 円でございます。じゃあちょっと計測してみましょう。これも500なんじゃないかな、もしかして。496でございます。値段は普通のビールと一緒なので、まあ、ちょっとだけ、まあ、量が少ないんで、ちょっとだけ高いんですけど、まあ、ほぼ一緒でした。で、ベイスターズホワイトだけ850円なんで、まあ、そこだけご注意ください。続いて、名古屋ドームでございます。で、売り子から買うと750円なんですけど、店で買うと800円しまして、カップがね、2種類ありますんで、それぞれ計測したいと思います。じゃあまず、普通の方行きたいと思います。これ、まあ、750円なんでね、結構安いんで、多分 1ml あっても相当安いんじゃないかなと思いますね。
結構でかそうだしね、普通に見た目も。わあ、すごい。537ミリリットル。すごい。1.39 円ですね、1ミリリットルあたり。めっちゃ安い。名古屋ドーム最高ですね。こっちが 1.39 なんですけど、この売店で買うと800円ですが、ちょっとでかいと思うので、どっちがお得なのかっていうのをこれ検証したいと思います。じゃあちょっと名古屋ドームのね、売店で買う800円の方行きたいと思います。どうなんだろうね。じゃん。590ミリリットル。1.355 円ですね。なんで、まあ、売り子で買うよりちょっと安いってことですね。はい。なので、売店で買うことをお勧めします、皆さん。50円高いですけど、結果的に得をするということになります。はい。じゃあ、続いて大本命、甲子園球場でございます。もう俺はね、これもう感覚的なんですけど、圧倒的にでかいと思いますし、750円なの。もう絶対に一番お得だと思うんですけど、まあ、ちょっとやってみましょう。これ確かめないとね、何の意味もないんで、はい。じゃあ、行きたいと思います。すごいでかいからね。やばいよね。576ミリリットル。1.30 円。ということで、12球団トップでございます。さすが。まあ、まだ広島計測してませんけど。いや、これ750円なのがやっぱすごいね。やっぱ甲子園すごいですね。めっちゃお得だと思いますね。だって、1.30 と1.8 の差があるってことでしょ。 0.5 円差があるってこと。1ミリリットルあたりで。えぐいよ、普通に。1ミリリットルあたりですかね。500ミリリットル換算で250円違うらしいです、これ。はい。じゃあ最後、マツダスタジアムでございます。これね、800円なんですけど、現金しか使えません。一応売り子で現金しか使えない球場が、まあ、このマツダスタジアムと、あと名古屋ドーム、この2つになりますので、まあ、その点はねご了承ください。はい。ベルーナもよ。あ、そっか、ベルーナのもだ。あ、そう、ベルーナもです。ベルーナのもです。はい。ベルーナなんで現金しか使えないんだろうな、意味わかんねえわマジで。はい、じゃあ行きたいと思います。はい。はい、マツダスタジアム471。500いかなかったの初めてじゃない、普通に。びっくりびっくり。471ですね。12球団で500いってないのが、多分松田だけで、しかも 1ml あたりの全量で 1.69。結構やばいですね。めっちゃ高いと思います。東京ドームほどじゃないんですけど、いやー、なんか、ここで来ましたね。広島カープの、プリがなんか発揮されてる気がします、普通に。やばっ。はい。ということで、まあ、ここに、一覧をね、並べてますけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、意外や意外ですね。マツダスタジアムが意外とね、高いっていうのがよく分かったのと、まあ、普通にあと東京ドームは圧巻でございます。はい。で、阪神タイガース、というか、甲子園球場も圧巻でございます。はい。素晴らしいと思いますね。甲子園と名古屋の2強ですね、普通に。いや、もう大変素晴らしいと思います。皆さんね、結局、こんないろんな球場行く方ばっかりじゃないと思いますんで、はい。皆さん、球場に行った際は、ぜひビールとですね、まあ、ホットドッグとか、まあ、いろいろ食べながらですね、感想ね、こういうのあんま気にせずに盛り上がっていただけるといいんじゃないかな、というふうに思います。はい。じゃあ、また次回、どっかでお会いしましょう。ありがとうございました。